河村康彦は、岐阜県田地市出身のプロ野球選手、コーチ、解説者、評論家。田地美工業では2年時の1957年からエースとして活躍し、同年には夏の甲子園予選参議大会で決勝に進出する。岐阜賞の清沢忠彦と互いに無失点で投げ合うが、9回裏に決勝点を許しさよなら負けを喫する。 三年時の1958年は、甲子園に、春夏連続出場を果たし、春の選抜では二回戦で、後に、プロで同僚となる、熊本校の成田秀明と投げ合い0から1で赤敗夏の選手権も一回戦で、姫路南校に敗れる。卒業後の1959年、中日ドラゴンズに入団。同期の当主には、成田をはじめ、 バンド二水谷久信、伊藤達彦らがいた。1961年に13勝を挙げ、初めて規定投球回に達する。その後も、主力投手として活躍し、1963年には、開幕投手に抜擢され19勝14敗、防御率2.68の高成績を挙げた。1964年も、開幕投手となったが、 同年は7勝10敗、シーズンごとの甲府調の波が激しく、監督泣かせの投手であった。マリオネットのような直線的な投球フォームが特徴で、カーブ、スライダー、シュート、シンカー、フォークと主要球種はすべて投げたほか、フルカウントになることが多かった。1968年、サン k アトムズに、徳武貞之との交換トレードで移籍。当初は、 中継ぎ要員であったが、次第に調子を上げて、先発に回り9勝7敗、防御率2.42を記録する。1969年は、開幕投手となり、投手陣の柱として期待されたが、わずか1勝に終わる。1971年限りで引退。引退後は名古屋市緑区梅里で、バッティングセンター経営の傍ら、富士テレビ、東海テレビ、 東海ラジオ、ガッツナイター、MTV、三重テレビナイター、NHK 名古屋放送局、中日スポーツで解説、評論を務めた。富士テレビ解説者時代には、ニュース番組、FNN ニュースレポート6時、FNN スーパータイムの、スポーツコーナーを担当し、ソフトな語り口で人気があった。解説業の合間を縫って、ヤクルトの一軍投資コーチを務め、 1993年のリーグ優勝日本一に貢献。晩年はプロ野球マスターズリーグの名古屋パチジュー D サーズでも活躍した。2012年2月21日、水臓癌の試し去。71歳没。ありがとうございます。